드디어 갑니다. 10時でございます。はい、ということでね、まあ、暑くなってきましたね。韓国も今日曇ってるけど30度とか言って、はい、韓国夏といえば、イヨルチヨルっていうね言葉があるんですね。暑い時には暑いもの、どない暑い時は冷たいもの食べたいだろうって感じなんですけど、今日は夏、はい、このね、こうなんていうの、この元気をつけるために体にいいもの、コンタンを食べに行きたいと思います。コンタンは毎回っていうか結構、まあ、紹介したかなんですけど、まあ、辛くない韓国料理でね、スープ系の、はい、食べ物なんですけど、牛肉の骨をこうグツグツ何十時間も煮て、あ、旨味を出して食べるみたいなね、なんですけど、今日は名付けるのであれば肉コムタン可愛いねということでですね、場所が今ここシチョンです。シチョン駅なんですけれども、まあ、私が前々からね、シチョン駅の近くは美味しいお店が、はい、集まってるよっていう話をしてるんですけれども、はい、その市長です。で、市長駅が2号線と1号線が通ってるんですけど、2号線で来た場合は8番出口が最寄りで、1号線で来た場合は7番出口が最寄りです。で、今日私はね、あの中間地点から、はい、お店紹介というか道案内を始めますので、各自、はい、自分が使う号線でね、はい、近いところから出て向かってみてください。はい、ということでね、じゃあ案内の方始めていきたいと思います。それでは、ふぅ、ということで、私はね、あの地図のこの赤丸のところ、ちょうど中間地点に今立っております。で、そうなると、そっち側が8番出口で、あっち側が7番出口になります。はい、じゃあここのね、はい、GS があるところから案内始めていきたいと思います。じゃあこのまま一旦まっすぐです。すごいね、今見た歩道を走るプラスノーヘルっていうしかもマスクつけてないっていう、もうすごいよ、罰金大天国ですよ。はい、じゃあこのまますぐ行きます。え、すごい、待って、一人一鍋でさ、しゃぶしゃぶすき焼きだって。え、これ来たいわ。しかも見て、1966年から3代目だって。これ来たいわ、ちょっと写真撮る。じゃあそうしましたら、前にちょっと大きめの通りがあるんですけど、そこまで行かずにこのスターバックスですね、のこの間を入っていきます。じゃじゃーん、見つけました。はい、今日はこちらハムコンタンハムコンタンレンコングクスってところなんですけれども、名前がね、エソンヘガンです。はい、じゃあね、肉コムタン食べていきたいと思います。すいませんよ、ハヌコムタンちょっかなですね。ちょっとね、ちょっとかないさよ。はい、ということで、今到着してね、入って注文したんですけれども、今回私はトゥっていう、まあ、大盛りって言ったらいいのかな、やつを、はい、頼みました。で、なんでかっていうと、口コミ見ると絶対そのトゥを頼めっていうのがめちゃめちゃ多かったので、今日はね、はい、トゥを食べますなんか多分量多いと思うんだけど、まあ、ここが、コンタンセとか、あとコングクスの専門店なので、メニューがね、2つです。で、おー、で、感謝합니다。速攻出てきた。待って。もう完全に老舗で最高の、もう今ね、マスク越しでも匂いがすごい。もうね、ビジュアル的には本当に肉コムタンです。チャチャー。見て、言ったでしょ。肉コムタンだって。ということで、見て。すごい柔らかそうなお肉。そして中には、こういうね、はい、麺が入ってて、下にはこういう感じで、はい、ご飯が入ってます。見て、この。スープ透明、
そしてとおかずでトッパッチとキムチかなが一緒につけてあるやつですね。はい、じゃあね食べていきたいと思います。インスタグラムとツイッターもフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではいただきます。まずはスープ、お肉、トッパッチとこれの相性がマジでやばい。もうこれはこうやって食べるしかない。もうこれの上にもうこうやって食べたら絶対マジで最高。美味しい、マジで韓国料理にしては珍しく刺激的な味じゃないんだけど、スープだけ食べた時のこの胃の安心感って言ったらいいので、しかもスープだけ食べた時とトッパッチと一緒に食べた時の味が全然違うの。トッパッチの味が本当にこれにぴったりなの。しかもね、この店が現地人からめちゃめちゃ人気って、もうやばいみたいな、これはやばいっすよ。なんか私もさ、外国人的な視点でなんだけど、韓国人って年取ってもオンニとかオッパって呼ぶじゃん、ルナとか。なんかそれって不思議じゃない？日本人ってさ、家族以外お兄ちゃんお姉ちゃんって呼ばないとか、お兄さんお姉さんって呼ばないっていうのもあるけど、なんか年を取ってもおじいちゃんおばあちゃんになってもオンニオッパルナとかあるのがすごい、なんか私的には可愛くて好き。しかもちゃんとお肉が入ったから結構ね、なんか多分腹持ちもいいし、お腹にたまる。いや、なんか本当喋るって感じだよね。ご飯ってなんて言ったらいいんだろう。牛骨スープか、体にいいから韓国人もみんな好き、美味しい。今ね、食べてるのが食べ始めてから12分しか経ってないのに、なんか戻れちゃった。ここまでめっちゃ熱くもないし、すごい進むご飯が。私ご飯食べるとき、冷麺とか以外は普通に30分とかかかるんだけど、ご飯食べるの。めちゃめちゃ早い今日。韓国で高級、まあ日本でいう和牛とかのレベルって言ったらいいかな。最後のお肉これ。すごい、今日は撮影30分ぐらいで終わった。はい、ということでごちそうさまでした。いや本当にね、やっぱ韓国人の、はい、集まるところってのは美味しいですね、うん、特にこの市長駅は
なんかこう会社員さんたちが会食でね使ったりとかしたり、お偉いさんをねこうなんていうのか接待とかしてこう一緒にねこう打ち合わせでご飯食べたりとか、そういうのが多いから結構ねあの美味しいお店が集まってるらしいですよ。美味しかった。私コムタン食べたい時ここに来るかもしれない。であのコムタンっていうとナジュコムタンがすごい有名で、私あの実際にねナジュの方に行ってコムタン食べてきたんですけど、あのそことはねまた全然違う味ですね。やっぱ牛肉自体が入ってるっていうのと、なんか本当にスープ自体がちょっとね味が違います。とにかくめちゃめちゃ美味しかったですね、ということで今回は韓国人がめちゃめちゃおすすめする満足感たっぷりの韓国牛コムタンの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。